JW マリオットホテルなら、土日限定のホテルのシャトルバスに乗ってホテルへと戻ってきました。エグゼクティブラウンジで少しゆっくりした後、これからお部屋へと向かいます。それではご覧ください。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。あれ想像と違かった。突き当たりやった。おお、ああなるほど。オーナースイート。広い。すごいね。なんか来てますよ。扉のだけ違う。違うよ。これ飾りやん。飾り。でもここ扉だよ。これ扉だよ。さっき水回り。好きなこと。ガラス張りや。うん、ガラス張りやけど、見てやね。あそこ椅子座れる。書いてた丸見えやん。何を虫まで閉めるやん。ああ、すごい。椅子みたいになってる。じゃじゃん。金庫と、はい、金庫です。書いてあるわ。注意。注意。はい。いくよ。何だり。え、これは？これ、紙バッグです。これ、いただいていいの？いいな。で、ストロリッパー。すごい分厚い。結構踏みで。すごいな。はい。で、ああヘルスメーター。大好きなヘルスメーター。大好きちゃうね。いつも乗っとるやん。恐怖やろ。はい。ここは赤い。物置。はい。こちら。わ、荷物も入ってる。あ、入れてくれてる。ああ、なるほど。バスルーム？なんか変わってるよ、このバスルーム。バスルーム。こんなんなってる。ほら。JW マリオットのマーク付き。なんか中、タオル生地になってる。肌触り良さそう。うん、良さそうやね。なんだろう。アイダムとアイランダイと。シューバッグ、靴磨きのサービスあるよ。履いてくれんの。そう、リスカルトもされたね。次じゃあ、エスプレッソ。このままされてます。ロモットデカフェです。デカフェ。お水4本入ってございます。はい。で、これ冷蔵庫かな。ミニバーがあるよ。はい、ミニバーです。有料でございます。はい。なんか寂しいな。大人みたいな感じだな。ここはもうアイスクリームと湯沸かし。ポット。ディロミニって書いてあった。パパーン。これ以上か。パパパーン。はい。お酒隠しを取り寄せ、はい、マリオットの中、はい、すごいね、ビールホワイトアイバーって書いてあるわ。これじゃないの、これだよね。すげえ。あ、ここ、ここ開けてるわ。じゃじゃーん。おー、 JW のおじちゃん、これラウンジにあったよ。あ、そうだよ、うん、
紅茶、緑茶と煎茶だ。これは OK だな。うん、ごめん、砂糖と塩一緒です。砂糖と塩一緒に入れてください。ワインは有料だな。で、USB させますよ、ここ。大体のお部屋、スタンダードのお部屋はこんな部屋。ここで言うたら、この広場にない。これ英語で書いてある。立ってる人がいる。冷やして戻ってきて立ったでしょ。ここ置いたら充電できんの？また違うんか。ここ置いたらどう？何のマークになるか。もうできるかも。歯ブラシとマウスウォッシュとシェービングクリーム、これ濃いな。歯ブラシか。レディースセット。コットン、綿棒、レディースセット。Thank you.
と一緒。じゃじゃーん。これのだから反対側やったら、うん、エネアスビュー。エネアスビューだ。いや、もうよかったよ。ね、素敵なところだね。あ、バスね。あのバスともう一台あって、あの黒塗りの。だって人数増えたらあんなんね。支配人の人ね。さっきみんな飲んではったね。お茶しとったね。だから午後5時からバータイムしここにあるんだ。すごい黒毛和牛サーロインステーキ。4月に来たら絶対桜見て。桜すぐそこの川沿いに綺麗かったね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネルどうぞよろしくお願いします。